マッキントッシュプラスは、マッキントッシュ 128K、マッキントッシュ 512K に続く、アップルのパーソナルコンピュータマッキントッシュの3番目のモデルである。1986年1月16日、アメリカ合衆国にて2599ドルで発売された。過去にモデルは RAM のみの増設ができなかったが、芯によって4メガバイトまで拡張することが可能になった。 初期モデルは過去モデルと同様のベージュ色だったが、1987年にプラチナカラーに変更された。システム7を動かすことができる最古のモデルでもある。スカジーポートを備えた最初のマッキントッシュである。これにより、サードパーティー製の外付けハードディスクドライブ、CD ロムドライブなどが利用できるようになった。 その後、長い間スカジーポートは iMac に手配されるまで、マッキントッシュの標準増設インターフェースとして用いられ続けた。ただしプラスでは、スカジーの業界標準仕様が定められる前に設計されたものであり、仕様に100%準拠しているわけではない。スカジーポートのスペース確保のために、本体背面のシリアルポートが D-SUB からミニリンコネクタに変更されている。 キーボードやマウスは、旧機種と共通のインターフェースを備えていた。本機の標準キーボードより、カーソルキーとテンキーが備え付けられた。ADB が導入されるのは、後継機種のマッキントッシュ SE からである。シリアルポート系ユニテ 800KB タイプの、外付けフロッピーディスクドライブや、旧機種向けに作られた、ハードディスクドライブを接続することもできた。 本体内蔵フロッピーディスクドライブは3.5インチ、両面8 0 0イトのタイプが採用された。後方互換性も確保されており、旧機種にて用いられていた4 0 0イトのフロッピーディスクの読み書きもサポートされた。ディスプレイは旧機種と同様、9インチ 72P512-342 ピクセルのモノクロ CRT が内蔵されていた。 外付けディスプレイには対応していない。旧機種においてはメインラムがロジックボードに近付けされていて増設は困難だったが、本機においては真の採用により増設することができた。30ピン芯は最大16メガバイトをサポートすることができるが、本機は22本のアドレスラインしか配線されていなかったため、最大では4メガバイトとなる。 システムは3.0となった。ロジックボードには、旧機種の倍となる1 2 8キロバイトのシステムロムが取り付けられ、これにより HFS、s c ジ、SI、ーなどの新たな要素がサポートされた。マッキントッシュ 512K と同じように、旧機種からのアップグレードキットも提供されていた。作業は、Apple の技術者によって行われた。ロジックボードと本体背面のケースは交換されるが、 前面のパネルはそのまま残すことができた。吸気種同様、冷却ファンは省かれて、動作不良や故障の原因となっていた。特にラムを4メガバイトに増設した際には、放熱が不十分になりがちで、そのため、サードパーティーより冷却ファンが発売されていて、それを取り付けるユーザーが多かった。ハードディスクや拡張スロットを内蔵した、マッキントッシュ SE にて、 ようやく冷却ファンが備え付けられた。当時の日本におけるアップル社の代理店であったキャノン販売によってマッキントッシュ5 1 2系に実素第一水準相当の3340のフォントパターンを収録した漢字ロムとしてのデータを含む256キロバイトのロムを搭載した日本専用のローカライズモデルが用意されダイナマックというキャノン販売独自の愛称で 発売されたが、これは OS レベルで日本語をサポートする漢字トーク登場以前の暫定的なモデルだった。また、マッキントッシュで日本語を使用したいという要望に応えて、当時のマッキントッシュの標準英語フォントであったシカゴに似せた独自の日本語フォントを搭載し、英語システム上で2バイト文字の扱いを可能にする JAM、s イー e ジ JAM というフロントエンドプロセッサが、 サードパーティーの手によって開発され、漢字トーク登場後も一部の愛好家に指示されていた。その後、1メガバイトのラムを標準で搭載した、マッキントッシュプラスの登場によって、日本で販売されるモデルには、OS として日本語をサポートする、漢字トークが用意された。また、後期モデルからは、標準ラムは2メガバイトとなった。ザ2 5クレイテスト PCS オブオールタイム。 ピークワールド、2016年5月20日閲覧。ヒストリーオブコンピューターデザイン、マッキントッシュプラス。landsnail.com。2016年5月20日閲覧。スカジーグラフスカジーグラフ2。ローエンドマック、2015年7月10日閲覧。スティルユースフルアフターオールテゼイアーズザマック。プラスハット AB 柴田文彦。テストルーム。 マッキントッシュプラスウィズ漢字トーク、月刊アスキー第10巻第7号、1986年、139から143ページ、一瞬0386から5428。ありがとうございます。